うっす。うっす。はい、ウスを手に入れたんですよ。というわけで、バイク屋の私が本気でこのウスをきれいにしたいと思います。このウスは何年も放置されてたウスなんですけども、もう表面ちょっと近くで見てください、ね、これもう苔が生えちゃってて、ね、なんか黒くなっちゃってますけど、ね、うわこれをね、ちょっと友人宅にずっと放置されてたやつをちょっといただいてきましたので、これをですね、僕がもう木なんかひどいですよ、割れてて、ほら、なんかいろんなうぞうむぞうが中にいます。なんだろうなこれ。ブシュってやってみましょう。ふりゃ。もう全然取れない。まあこれをきれいにしていこうと思うわけです。はい。よし、やるぞ。いちいち道具の説明はしないぜ。そういうチャンネルじゃないからな。ま、内側から行こう。まずドリル。すごい綺麗になってた。どのくらい時間かかるかな。ところが難しいよね、この曲面のね。シュッシュッシュするよ。あ、字が出てきたね。ね、なんか黒かったのが木目が変わってきた。次はどれでいこうかな。やっぱね、これ平面なんでね、曲面はこれじゃなくて、やると焦げる匂いするね。普通にちょっと焦げるな。ちょっともう切削速度が2だとちょっと早すぎる。この機能は使いたくねえな。うん、食い物に使っても良さそうなクオリティになりました。どうぞ触ってください。意外とこのクロスサンダーの裁目が吸い込まない。もう中目320番がまあまあ使えたかな。リュードね、もうちょっと荒くてもよかったかな。まあこれでいけそうだな。よし、今年はこれで餅つきをします。